皆さんこんにちは。一緒に遊ぼう公式パートナークリエイターニニカッタです。今日でチョコレート探しも3日目になりますね。今回はキャンプ場にあるようなので探しに行ってみましょう。広場のチョコレート、ダウンタウンのチョコレート、まだ見つけてないよっていう方がいらっしゃいましたら、前の動画も見てみてくださいね。チョコレート探しなんですが、だんだん難しくなってきてるような気がしませんか？キャンプ場に入って右側に進むと無限の塔があります。そこの NPC のところにチョコレートがあるんですが、これ皆さんわかるかな？タワーマスターの耳の上にチョコレートがあるんですよ。めちゃめちゃ難しいですよね。続いて2個目のチョコレート行ってみましょう。2つ目のチョコレートもめちゃめちゃ難しかったですね。池のほとりにあるバーベキューのところなんですが、これもね、皆さんわかるかな？お肉の間にチョコレートがあるんですよ。これも見つけにくいですよね。今回のチョコレート探し、この2つがめちゃめちゃ難しかったんですが、残りの3つは結構簡単に見つけることができると思います。3つ目はこれ何て言うんだろうな、キャンプ場の新しい NPC が2人いるんですが、この間にチョコレートを見つけることができます。こちらですね。これからもニンニクハンターチャンネルでは一緒に遊ぼうの動画をどんどん撮っていきますので、できましたらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは4つ目のチョコレート行ってみましょう。キャンプ場のお店の中のこちらテーブルにチョコレートを見つけることができました。バレンタインのチョコ探し、あと2日で終わりですね。こういうのは自分で見つけたいよっていう方もいらっしゃるかと思うんですが、もしどうしても見つからなかったら、ぜひこの動画を参考にしてみてくださいね。チョコ探しの動画は明日も明後日も撮ろうかなと思っています。最後のチョコレートはこちらです。丘の上の緑色のテントの中に最後のチョコレートを見つけることができました。広場、ダウンタウン、キャンプ場のチョコレートを見つけると2つ目のボックスを開けることができますので、ぜひ試してみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。